針千本の針は千本もない。驚いたときや敵から身を守るときなど全身の針を突き立てることで知られる魚。魚ハリセンボン。その針は鱗が変化したもので。普段は寝ているが、膨らんだときに直立する。実際に数を数えると。 針の数は通常300本から500本ほどである。針千本の英語名はポーキュパインフィッシュ。ポーキュパインとは動物の山嵐のことで、やはり全身の針を逆立てて身を守ることからその名にちなんで付けられた。 ギルトフリーとは、ギルトフリーの食品とは、我慢せず罪悪感を持たずに食べられる食品のこと。ギルトは罪悪感、自責、罪の意識という意味。フリーは解放で、言葉の通り罪悪感なく心から楽しむことができる。 といった意味で使われるギルトフリーの食品は間食で使用されることが多い摂取を控えたい成分グルテン乳製品砂糖などが含まれていないか少なくして罪悪感をできるだけ感じさせないようにした食品である何がギルトフリーなのか これは人によって異なる。血糖値を気にしている人、カロリーを抑えている人など気になる点が違うため食品の選び方も変わる。そこで原材料の表示をよく確認して利用することが重要となる。 氷河に覆われ緑が少ない島がグリーンランドと名付けられた理由大部分が北極圏に属し島の80%以上は氷床と万年雪に覆われているグリーンランド巨大なフィヨルドが多く氷の厚さは 3000メートル以上に達するところもある。982年、アイスランドのバイキングで殺人を犯した赤毛のエイリークが、追放の旅の最中、島を発見した。赤毛のエイリークは、入植を促すために、氷河に覆われた島を、 グリーンランドと名付けた。アイスランドに帰還後、グリーンランドへ植民する仲間を募った。伝承では、985年に25隻の船で出発し、14隻がたどり着いたとされている。逆に、緑が多くあるアイスランドは、 その名前から入職者が集まらず人口が少ない屋上ヘリポートの R や H の違いテレビや映画など一度はヘリポートを見たことがあるだろうヘリポートに書かれているマークには H マークや R マークの2種類がある。H マークはヘリポートの頭文字から取ったもの。H マークが書かれているヘリポートでは、許可申請を受けたヘリコプターが離着陸することを許されている。また、H マークが書かれたヘリポートについては、 どこにでででも設置できるわけではない。ヘリコプターが離着陸する際にかかる重量や負荷に耐えられる場所にのみ H マークのヘリポートを設置することが許されているさらに安全に離着陸ができるようにヘリポートの周囲にヘリコプターの飛行を阻害するようなものがある場合 ヘリポートの設置はできない H マークのヘリポートは離着陸の負荷に耐えられる地面で何もない開けた平地の真ん中などに設置されている R マークは実はヘリコプターが離着陸することはできないそのため R マークは ヘリポートによく似ているが、ヘリポートではない。R マークは、レスキューの頭文字を取ったもので、緊急救助スペースという意味がある。ヘリポートではなく、あくまでも、緊急時の救急スペースであることから、ヘリコプターは、R マークの上で、 ホバリングしながら救助をすることになる。R マークはヘリコプターの離着陸に耐えられないビルの屋上などに書かれている。ニシンの卵をニシンコではなくカズノコという理由。 ニシンという魚の名前はお腹に抱える卵が多いところに由来するといわれる。つまり、たくさんの卵を抱えてお腹が膨らんでいる様子がまるで妊娠しているようだということだ。そして、このニシンの卵が数の子である。数の子は、 数字の数に子供の子で数の子に通じ子孫繁栄を願う縁起の良い食べ物として正月のおせち料理に欠かせないものになっているではなぜそのニシンの子が数の子になったのかニシンは日本各地で捕獲され地方によって さまざまな呼ばれ方をしてきたその中で最も多かった呼び名がいわしであるそしてこのいわしのこの呼び名であるどの子が変化して数の子になった電球の発明者エジソンが亡くなった時 追悼の意を込め、全米が1分間電気を消したトーマス・アルバ・エジソンはその生涯で約1300もの発明をしたそのエジソンは1931年10月18日にウェスト・オレンジの自宅で 84歳の生涯を閉じる。葬儀にはアメリカ国内だけでなく世界各地から多くの人々が集まった。エジソンへの杜氏をフーパー大統領が次のように読み上げている。世界の人類は今ここに眠る偉人の遺産を受け、 長くその恵みに良することだろうそしてエジソンの葬儀が催された1931年10月21日全米ではエジソンの功績をたたえ彼の死を弔うために午後10時から1分間伝統が消されたそしてその翌日 ニューヨークタイムズ紙には太平洋岸から大西洋岸まで全米の筒裏浦々にわたって何百万人もの人間が昨夜電気を消すことでトーマス・エジソンの死に追悼の意を表したその時間は一分間に及んだと報じたちなみに エジソンが言ったとされる、天才とは1、1%の才能と99%の汗のことである、という有名な言葉があるが、これは、エジソンに取材した記者のアレンジで、本当は、エジソンが言いたかったのは、次のことである。1%のひらめきがあれば、 99%の無駄な努力をしなくてもよい。つまりエジソンは、努力よりも、ひらめきが大切だ、と言いたかった。これは、エジソンの言ったとされることとは、正反対である。努力を強調する文書に書き換えられてしまったようだ、とつぶやいていたということだ。 砂糖はなぜ甘いのか甘さを感じる細胞は舌の先の部分にある飴を舌の先の方で舐めると特に甘く感じるのは舌の先に甘いと感じる細胞が集中しているためであるこのように砂糖は舌の上の甘さを感じる細胞を刺激する そのため人間は甘いと感じるのだ。塩は甘さを感じる細胞に触ってもその細胞を刺激しない。従って塩をなめても甘いと感じないのである。その代わり塩はしょっぱさを感じる細胞を刺激するのだ。 ハットリバー公国オーストラリア西部西オーストラリア州の広大な小麦畑の真ん中にハットリバー公園というマイクロネーション独立国家がある1969年当時の西オーストラリア州政府が 小麦の販売量を決める法案を作った際、農場主であったレオナード・ジョージ・ケースリーが割当てに不満をあらわにし、周辺の農場主と共に法案を撤回するよう州政府に求めた。しかし、この請願は無視され、州政府は 地方の農地を奪うことができる法案の制定を進めた。そこでケースリーは、経済、土地が奪われる危機に瀕した際に、分離独立することができるという国際法の条文を根拠に、自身をハットリバー校レオナード一世として、 ハットリバー公国の建国を宣言した。オーストラリアはハットリバー公国の独立を認めていないが、西オーストラリア州政府は事実上の自治州としてハットリバー公国の存在を認める。巨大な石像が出迎え、 ハットリバー広告に入園料を支払うことで入国ができパスポートに入国スタンプを押してくれる他にもハットリバードル紙幣を買ったりハットリバーからエアメールを送ることもできるラーメンにナルトが入っている理由 ナルトは白地に赤い渦巻き模様のかまぼこである。ナルトという名前はもちろんナルトの渦潮にちなんでいるが徳島県ナルト市とは縁もゆかりもない。ナルトのルーツは江戸時代後期に生まれた白い練り物に赤や黄色。 緑などの色をつけて巻いた五色巻き。その中の赤巻きがナルトと名付けられて独立した。一方、ラーメンが誕生するのは、横浜が開港し、中華街ができた幕末である。この時、すでにナルトは存在しており、おそらく、 ラーメン丼の模様に似ているところから誰かが飾りとして入れたと考えられている。空はなぜ青いのか。私たちの身の回りにある空気は透明なのに空を見上げると青く見える。 夜が明けたばかりの東の空や日が暮れる頃の西の空は赤く見える。このように空が青く見えたり赤く見えたりするのはなぜなのか。それは太陽光が様々な色の光が集まってできており、それぞれの色によって散らばりやすさや、 曲がりやすさが異なるためである。それがよくわかるのが虹である。虹は太陽光が空気中の水滴によって分けられ赤、大黄、緑、青、藍、紫の七色に見えている。プリズムなど光を分けられる道具を使えば 家の中でも光が色に分かれているのを観察できる。もっと詳しく調べると光は太陽や電灯などの光を出しているものから周りへ伝わっていく波の一種だということがわかる。光の色はこの波の山から山までの長さによって決まる。 赤色の光は波長が長く、青色の光は短い。波長が短い光は、空気中の窒素や酸素の分子によって散らばりやすく、あちらこちらへ広がる。この現象を散乱と呼び、波長の短い光ほどよく散乱する。つまり、波長の短い、 青色の光は波長の長い赤色の光に比べて散乱しやすいため空は青く見えるのだ。では朝焼けや夕焼けが赤く見えるのはなぜか。これは太陽光が地球に差し込む道筋に関係する。朝や夕方は地球から見て 太陽が地平線近くの低い位置にあり、太陽光が地球の大気圏を通って地上に届くまでの距離が長くなる。この間に青い光のほとんどは散乱しなくなってしまい、散乱しにくい赤色や大々色の光が多く残る。こうして、 私たちの目には空が赤く見えるのだ数千キロも離れた中国の黄砂が日本まで運ばれる理由第一の条件が強風によって砂塵が巻き上げられること黄砂の発生源となる 乾燥地帯では冬の間に雨や雪が少ないため地面が乾いて大量の砂塵が発生する春の訪れとともに気温がどんどん上昇すると大陸の上空で低気圧が発達し大規模な砂塵嵐が次々と起こるようになる 第二の条件が、砂人を東へと運ぶ上空の大気の動きである。日本を含む中井度地域の上空には、常に西から東へと向かう偏西風が吹いている。嵐で巻き上げられた砂人は、こうした偏西風に乗ることで、大陸内陸部から、 日本へと運ばれ、遠くハワイやアメリカ本土にまで到達することも。ところが、季節が夏へと移り変わって、気温がさらに上昇すると、日本付近では太平洋高気圧が発達し、西からの大気の動きをブロックするようになる。それと同時に、 中国内陸部などでも砂人嵐の発生する頻度が減るため、交差の季節はようやく終わりを迎える。ただし、先に挙げた二つの条件が整った場合には、秋や冬でも交差が発生し、日本で観測されることもある。 両手を組み上になる親指で性格診断ができる。右手は行動派、左手は思考派と言われる。麦上駐発祥の地は長崎県壱岐市である。古代よりこの地の利を生かした 穀物作りが盛んだったことから16世紀頃息の風土と中国伝来の蒸留方法を生かした麦焼酎作りが日本で初めて始まったそれが麦焼酎発祥の地といわれる由来である米麹う3分の1麦3分の2による 意気独特の製法で、麦の香りと米麹の柔らかな甘みと深い味わいが特徴の麦焼酎である。戦国時代末期から廃藩置県時まで平戸藩の領地となっていた。島内で生産された米は平戸藩に年貢として納めていた。 しかし、大麦は年貢の対象外であったため、食用以外で余裕があるときは、焼酎の原料としても使用した。これが、生き焼酎の原型と言われる。1995年、世界貿易機関から、沖縄県の泡盛や熊本県の焼酎と並んで、 地理的表示が認められた浅草寺本堂にある大提鎮に「新橋」と書かれている理由浅草浅草寺の雷門の大提灯は有名であるが浅草寺の本堂にも大提鎮があり「新橋」と書かれている。 ちなみに宝蔵門の提灯には「小舟町」と書かれている戦争時の大提灯は奉納した人が好きな文字を書くことができる戦争寺は東京で最も古いお寺で戦争寺の周りは江戸随一の有効地であった 江戸で最も宣伝効果が高かった浅草寺にちょを掲げることで新橋を知ってもらいたいと一番最初に大ちょを奉納したことから今もその奉納ちんが残っているのだ焼き魚の下に葉っぱを敷くのはなぜなのか 焼き魚の下に敷く葉っぱの名前は海式という。焼き魚などの料理に添えられるものについてはあしらいと呼ばれている。海式についてもあしらいの一種であるという考え方もある。焼き魚などの下に敷いてある葉っぱについては青海式と呼ばれ。 これ以外にも、花や小枝など植物の飾り付けも青海式の一種となる。天ぷらの下には和紙が敷いてあることが多いが、植物が青海式と呼ばれているのに対し、和紙については紙海式と呼ぶのが一般的。特に、 和食については季節感などを大事にしているため、会式に使われる植物はその季節に合わせたものが多い。このように、現代では会式の役割は季節感を出すためなど、完全に見た目の彩りを良くするためのものであることがわかる。続いて、 焼き魚の下に葉っぱを敷いている本当の意味。もともとは料理の彩りを良くするためではなく、黄菌や防腐目的で葉っぱが使われていた。日本人は古くから肉食の文化ではなく、魚を食べる文化がある国であり、現在では 冷蔵庫があるため、魚がすぐ腐ることはない。しかし当然ながら、昔は冷蔵庫などがなかったことから、室町時代の頃には、抗菌や防腐の意味で植物の葉を使っていた。実際に、植物の葉には抗菌作用があるものが多く、 桜の葉などには抗菌作用があることで有名である。ただし、もちろん自生している植物の葉の表面にも細菌などが付着していることはあるし、葉を敷く場合は十分に洗い流してから敷く必要がある。 北アルプスにある野口五郎岳の名前はやはりあの歌手に由来しているのか北アルプスのいわゆる裏銀座コースにある標高2 9 2 4ル野口五郎岳この名前の由来は大町市西部の野口という集落から よく見え山全体またはその目立つ部分が岩石でゴロゴロしているところからゴロウゴーロの当て字でゴロウになったといわれる同じく北アルプスには黒部ゴロウ岳というのもあるそしてこの二つのどちらを芸名にするかを迫られたのが ヒット曲「青いリンゴ」「私鉄沿線」などで知られる野口五郎である。考えた末野口五郎は山の名前を芸名にするなら高い山の方がいいと黒部五郎岳よりも高い野口五郎岳を選んだという。 官営通報とはどんな貨幣なのか日本の江戸時代を通じ広く流通したもので寛永13年に作られ幕末まで使われた寛永通報の形状は円形で中心部に正方形の穴が開けられたもので表面には 寛永通報の文字が上、下、右、左の順番で刻印されている。材質は銅製の他に鉄、製鉄などから作られていた。銅または新中製の寛永通報は明治維新以後も貨幣としての効力が認められ続け、 通貨として実際に使用されたのは明治中期頃までと推定されている小麦粉は何からどのように作るのか小麦粉は小麦の皮やくずの部分を取ってそれを粉にひいたもののことをいう。 小麦の実を叩いて砕いて粉にしていく小麦は種類によって中に含まれているグルテンの量が違う市販されている小麦粉が強力粉中力粉薄力粉に分かれているのはこのためであるこの他にデューラム小麦と呼ばれる小麦から作られた粉がある これはマカロニやスパゲッティなどイタリアンのパスタ類を作るのに適しているこのように作るものによって使われる小麦粉の種類は異なってくるカップラーメンの新商品が多い理由コンビニでは カップラーメンの新製品が次々と売り出されている。現在、コンビニとスーパー、量販店では、それぞれカップラーメンの売れ筋商品が異なる。まず、パッケージ買いされることの多い量販店では、量も味付けもオーソドックスなものが人気である。一方、スーパーでは、 家族の誰が食べるかわからないため、無難な定番商品がよく売れる。それに対して、顧客に独身者が多いコンビニでは、値段は多少高くても、味の良いものが人気である。そのため、メーカーは、コンビニ向けに、札幌、和歌山などといったご当地ラーメン。さらに、 有名店ラーメンと次々に新商品を開発してきた。このコンビニ向けのカップラーメン開発に拍車をかけたのがコンビニのポスシステムである。すべての商品がコンピューターで管理されているため売上が落ちるとすぐに商品が撤収される。このシビアな商品管理のため メーカーはコンビニの陳列棚に空いた穴を自社製品で埋めるため次々と新製品を送り込まなければならなくなっているのだ地球はどのくらいの速さで自転しているのか地球は1時間に約 1700キロメートルの速さで回る地球上の場所が時点によって1日に動く距離からその速さを求めることができる地球は1日に1回自転している地球の赤道の長さは約4万キロメートルで赤道上のある地点は 24時間で約4万 km 動くことになる。これを時速で表すと4万割 ÷24 で約1700。つまり赤道上の時点の速さは時速約 1700km である。これがどのくらいの速さなのか。 身近なものと比べる東北新幹線を走るはやぶさと小町の最高速度は時速 320km ボーイング車のジェット機の巡航速度は時速 916km 地球の自転速度というのは新幹線の5倍 ジェット機の約2倍ということになる。時点速度を分速や秒速に直すとさらにイメージしやすい。1時間は60分なので4万 ÷24÷60 で28。分速約 28km。1分間は60秒のため、 4万割る24 ÷ 60 ÷ 60, 60で0.46秒速約460メートルとなる音が空気中を進む速度は秒速約340メートルで地球の時点速度は音よりも速いこんなに速く回っているのに 私たちがその速さを感じないのは不思議なこと。これは地球上にいる私たちや周りの空気も地球と同じスピードで動いているからである。ここまでは赤道上での時点速度を見たが日本での時点速度も確認する。日本の井戸を 北緯35度とすると時点速度は時速約 1374km。赤道上の地点に比べ一日に動く距離が短い分少しだけ時点速度も遅くなる。地球の時点速度は長い間に変化している。 一日は24時間であるが、この長さは19世紀の約100年間の一日の長さの平均をもとに決められた。だが、1990年頃には地球が一回転するのにかかる時間が24時間より約2ミリ秒長くなった。一ミリ秒は 千分の一秒を表す。では、地球の時点速度は遅くなっているのか研究によると、必ずしもそうとは言えない。2003年の時点を観測すると、一回転にかかる時間は、24時間より約1ミリ秒長くかかっていた。 つまり2003年には1990年頃より時点が速くなったというわけだこのように時点速度は長い期間をかけて変化していくそこで科学者たちはウルーウと呼ばれる1秒を12月31日か 6月30日の最後に加えて時刻のずれを調整している若干の正しい使い方若いに干すと書いて若干弱いに冠と書いて若干同じ発音でも意味が異なる言葉である 若いに干すの方は、ほんの少しの数ということ。若いは未定の。干すは子という意味から、いくつかあるいは、若いを今とし。干すという漢字を分解すると、一と十になる。ここから、一から十の今としとなり、 一桁ぐらいの少ない数の意味になるちなみにこれは年齢には使わない「弱いに冠ぶり」の方はもともとは20歳男子のことであった現在は比較的若くしてという意味でも使われる古代中国では「 二十歳男子のことを弱いと書き、その年になると冠をかぶって原服式、つまり成人式を行ったことに由来している。いわゆる冠婚葬祭の冠とは、弱いに冠の方の若冠と同じ語源で成人式を意味する。 もともと15歳で成人とされ、ここで言う元服式も15歳の成人式であった。つまり、冠婚葬祭の冠は成人式、婚は結婚式、葬は葬式、祭は法事やお盆など祖先を祀る行事ということで、人の一生における 家族的催し物全般を表していることになる。愛妻の日1月31日は日本愛妻家協会が制定した愛妻の日である。妻という最も身近な赤の他人を大切にする人が増えると、 世界はもう少し豊かで平和になるかもしれないという理想のもと日本独自の伝統文化かもしれない愛妻家というライフスタイルを世界に広めていこうと1愛31歳1月31日が愛妻の日となった実は 日本愛妻家協会には名誉会長がいる。それは大和武のケ事である。大和武のケ事は世界で初めて愛妻家宣言をした人物として有名である。日本書紀によると、千九百年前に音立花姫という 奥さんの警報を旅先で聞いた武さんが大きな声で人目もはばからず「我が妻小石」と叫んだとされそれ以来愛妻家のイメージが定着しているのが理由である太陽のは 幼少期バージョンがある1970年大阪万博で披露された岡本太郎の「太陽の塔」その幼少期バージョンは愛知県にある日本モンキーパークにある看板には広々とした丘の上に若い太陽が生まれる。 日に日に新しく生まれ変わる我々の生命の象徴、金色に輝く顔は、おおらかにバイタリティを放射する赤、青、緑の装いは、濃い青春の彩りである、岡本太郎、と書かれている。正式名称は、若い太陽の塔である。 1969年に完成し大きさは2 6メートルある1年後に大阪万博で披露された太陽の塔は7 0メートルであるライオンの別名獅子の語源は犬である ライオンは猫科の動物で、その名前はラテン語のレオやギリシャ語のレオンが由来となる。また、ライオンには様々な別名があり、他には獅子や百獣の王などとも呼ばれている。実はこの獅子という呼び方、 中国語が由来となっており、昔は巨大な犬のことを獅子と呼んでいた。そもそも中国には元からライオンは存在していなかったがインドから大きな犬がやってきた時これはライオンに違いないと考え獅子と呼んだのが始まりであった。 そして、ライオンが百獣の王と呼ばれるのも、中国語で、獅子の死という字には、あらゆるすべての獣という意味があるからである。また、ライオンの生態が、自然の食物連鎖の中でも、頂点にあることも伴い、百獣の王と呼ばれるようになったのだ。 国によっては、ライオンのことを、密林の王、獣の王と呼ぶため、やはり、どの国でも、ライオンといえば、強者というイメージがあるのだ。圧倒的な強者であるためか、ライオンにも、一人で自由に生活する、プリーターのような存在がいる。 ライオンは普通は群れをなして生活するが、個体によっては群れを離れ一頭で放浪して自由に暮らすライオンもいる。このようなライオンはノマドライオンと呼ばれているが、ライオンはチームで狩りを行うことから単独では餌を確保できずに、 ししてしまうことも多い。人間も一人だけで生きていくことは難しいが、百獣の王、ライオンでも同じことが言える。百獣の王や強者のイメージからライオンは猛獣だと思われがちだが、猫科の動物の中でも比較的穏やかな性格をしており、 人を襲うことはほとんどない。その体のサイズから怒らせたら人たまりもなく、今までは犠牲者も出しているが、よほど気が立っていなければ人間に襲いかかることはない。人間も男性の方が力持ちであることから、ライオンも 力仕事である狩りはオスが担当すると思われがちだが、実際にはオスライオンが狩りに参加することはなく、メスライオンだけで行う。獲物となる動物は俊敏に逃げ回ることから、狩りでは獲物が近づいてくるまで息を潜めなければならない。 オスライオンは縦紙が,があるため草原に潜伏することが難しい。かえって狩りの邪魔になってしまうのだ。そのため基本的にはメスが狩りで調達した食料をオスがもらって食べている。オスは何も仕事をしていないのではなくライバルとなるオスライオンと体を張って 縄張り争いをするそんなライオンの狩りが成功するのは20回に1回程度しかない1対1で戦えばライオンに勝てる動物はほとんどいないが鬼ごっこであれば別であるライオンより足の速い野生生物はいくらでもいるのだそのため ライオンもハイエナのように動物の死骸から死肉を貪ることもある。また、他のハイエナなどが食べている動物の死肉を強引に奪い取って食べることもある。内科や眼科、耳鼻科、起尿器科。実は医者の肩書きは、 自由である。医師が自分の専門領域を名乗り、医療機関の看板や広告に出す診療科目。この診療科目のことを標暴科目という。こうした専門領域がどのように決まるのかといえば、現在の日本の制度では、 医師免許さえ取得すれば、どの診療科目でも名乗ることができる。これは、自由標榜性と呼ばれ、全く経験のない診療科を掲げても、保健所へ届けられれば違反にはならない。極端な例では、眼科の医師が産婦人科の看板を掲げることもできる。ただし、 例外はある。それは麻酔科である麻酔科は一定の修練と経験を積み麻酔科標防医の資格を取る必要があるのだ「鼻毛」という言葉には「女に甘い」という意味がある。 鼻毛には女にうつつをぬかすことまたそのような男の意味があるもともと鼻毛をぬかれるという言い方があるこれは相手にこちらの心の中を見透かされ騙されることを表現する特に 女性に甘い顔をして騙される場合に使われることが多く、これを短縮して、鼻毛というようになったものと考えられる。また、鼻毛が長いといえば、女の色化に溺れていることを意味する。コーラやサイダーは、 なぜ泡が出るのかコーラやサイダーなど炭酸飲料には炭酸ガスが圧力をかけて詰め込まれている瓶を開けるとこの炭酸ガスは空気中に出ていくこの炭酸ガスが泡の正体であるこの炭酸ガスの本当の名前は 二酸化炭素二酸化炭素は空気を吸い込んだ人間が酸素と交換に口から吐き出している気体でもちろん空気中にもたくさん含まれているこの二酸化炭素が炭酸飲料の中に押し込められて入っているのだ クリスチャニア。1960年代後半、自然回帰や反体制を歌い、東洋思想や左翼的な思考にかぶれたヒッピーと呼ばれる若者が一大ムーブメントを起こした。そんなヒッピーたちの最後の楽園となったのが、デンマークの首都。 コペンハーゲン郊外の元軍用地にあたるクリスチャニアというマイクロネーションである。1971年、当時軍が去ってから監視がまばらとなり、不法侵入者が後を絶たなかったクリスチャニアに、ヤコブ・ルドビクセンというジャーナリストがクリスチャニアを建国する。 以後、ヒッピーやアナキスと不法居住者が大量に移住したクリスチャニアの住人は電気代や水道代などはデンマークに支払っているもののデンマークの法律には一切従っていない代わりに独自の規則を制定し殺人や窃盗 上州性の強い薬物は禁止されたが、コカインや大麻などは路上で公然と販売されている。この通りは売人通りと呼ばれており、中にはクリスチャニアの規則に従わない人が強い薬物を売っている。現在、クリスチャニアは、 年間で50万人以上の人が訪れる世界でも有数の観光地へと成長した関西と関東ではなぜカップうどんの味付けが違うのか東京の場合はカップうどんのスープは濃い醤油味 同じ商品でも、関西で売られているものは、スープの基本は、カツオだしになる。また、北海道に行っても、スープの味は変わり、寒い場所のせいか、塩気を強めにしてある。各メーカーでは、大体、三種類のスープが用意されている。ちなみに、 関東が濃い味、関西が薄味になったのは、ある歴史背景による。関西は、東京に首都が移る前、長く都があった場所であった。やんごとない人々が多く住んでいた。こういう人々は、まず力仕事をあまりしない。そのため、 薄い味でも十分であったのだ一方関東は農業など肉体労働の人々が多い場所であった汗とともに塩分が消費されるため塩や醤油をふんだんに使った濃い味付けのものを食べていないと体が持たなかったということだ 氷はどのように降ってくるのか氷は積乱雲から地上へ降ってくる直径5ミリメートル以上の氷の塊である積乱雲とは狭い範囲に激しい雨を降らせる背の高い雲で雷雲とも呼ばれるひと落雷の気象情報を一緒に聞くことが多いのは どちらも積乱雲から落ちてくるからである積乱雲の中でどのように氷ができるのか積乱雲は水蒸気から作られた小さな水滴の雲粒や氷の結晶の氷床ができていて海や地面から蒸発した水分が上の方へと向かう大気の流れ 上昇気流によって空に浮かんでいる地上付近から上空 10km 以上まで発達し同じ雲の中でも高さによって気温が大きく変わる例えば標高 0m の気温がプラス2 0 °の時高度 1km 付近ではプラス1 0 ° 高度 3km 付近では0度。高度高 10km を超えるとマイナス 40° 度以下に下がるこのように高度が上がって気温が低くなるにつれて水蒸気の形態も液体のみ液体と固体固体のみへと変化していくただし雲の中では ゼロ度 c よりも低い気温の中でも液体のままの雲粒過冷却雲流というものも存在する氷粧に周りの水蒸気がくっつくと雪の結晶ができるそこに過冷却雲流がくっつくと雪の結晶は重くなって雲の低い場所まで落ちてくるこれがあられである あられが0度より暖かい場所まで落下すると表面が溶け水の膜ができる。そして上昇気流で再び高い場所へ運ばれると今度は表面が凍る。このように上下へ行ったり来たりをするうちに結晶が大きくなりある程度の大きさになると落ちる速度が速いため 上昇気流では上へ運べなくなり雲の下へ向かって落ち始めるこれが氷と呼ばれるハワイでは赤信号でも右折できるハワイでは赤信号での右折禁止の標識がなければ交差点で右折することができる ハワイは右側通行のため右折は小さく左折は反対車線を横切って大きく曲がる。また交通ルールも日本と異なる部分がある。その一つが赤信号で右折しても良いという点。特に何も標識がなければ 赤信号で一旦停止して安全確認した上で問題がなければ曲がっても良いことになっている赤信号での右折禁止の標識がある場所では右折はできないしかし赤信号での右折禁止の下に右側車線で一旦停止をした場合を除く とあれば右折が可能である。カセットテープからどのように音が出るのかまた録音をどのようにしているのかカセットテープから出る音は磁石の S 極と N 極の働きを応用したもの。 カセットテープの茶色いテープの表面には磁性体という磁石のような働きをする粉が塗ってあるこの磁性体のついたテープをカセットに入れてテープレコーダーにかけると録音ができたり録音した音をもう一度聞くことができる。 なぜそのようなことができるのかについてはかなり複雑であるが、まず、音を録音するときのテープレコーダーは、マイクから入ってきた音の信号を電気の信号に変え、この信号が録音ヘッドというところに伝わる。録音ヘッドというのは、テープに触れている。 小さな電磁石、つまり電気の力で働く磁石である。この録音ヘッドは電気の信号を音の変化に対応するように磁石の N と S の信号に変えているのだ。そしてその磁石の信号がテープに記録されていくということだ。 目には見えないがこのようにテープの表面には磁石の N と S の信号がたくさん記録されているテープを巻き戻してカセットをもう一度動かすと今度は録音ヘッドが音を出すための再生ヘッドとして働き始めテープについている N と S の磁石信号が電気の信号に変わるそれが増幅器という機械を通ってスピーカーに伝わるとその瞬間に元の音に戻るということだ桃の節句の起源 上司の節句が起源である。上司は旧暦3月3日の節句で五節句の一つ。古代中国では上司は旧暦3月最初の未のことであるが、毎年上司の日が変わるため3月3日になった。上司の日は 春の季節の変わり目である。この時期は、災いをもたらす邪気が入りやすいと考えられ、川で身を洗って清め、逆払いやみそぎを行う習慣があった。日本では、京中行事の一つの儀式になり、身代わりの人型を作って川に流す風習が、 徐々に定着し、無病息災のお祓いをしていた。平安時代、胸中の人形遊び、ひいな遊びと結びつき、流しびなに発展したと言われている。はじめは、大人の遊びであったが、次第に子供に広まった。旧暦3月3日は、新暦の、 4月頃である。桃の花が咲く季節であることから桃の節句とも呼ばれ桃の木は邪気を払う神聖な木だと考えられているツバメの巣を勝手に撤去すると捕まってしまう。 毎年4月から7月頃、建物の軒先などに、ツバメが巣を作る姿をよく見かけるが、この巣の取り扱いには注意が必要。のどりであるツバメは、鳥獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律で守られている。そのため、 都道府県知事の許可なく、卵のある巣や、ヒナのいる巣を壊すことは違法であり、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金が課せられる。ただし、巣立ち後の巣に関しては、撤去しても問題ない都道府県が多い。 世界三大美女は日本人が勝手に作った。エジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃、日本の小野小町といえば世界三大美女であるが、実は世界三大美女を外国人は知らない。明治時代の中期以降、 西洋や中国の文化圏で長らく美女と言われてきた人に対抗できるだけの美女が日本にもいると主張したかったという時代背景がある「桃太郎のお供はなぜ犬猿キジなのか」。 鬼と戦うのであれば、熊や牛、狼などをお供に連れて行った方が活躍しそうであるが、これは鬼門に関係がある。鬼門とは、方角的には北東であり、鬼や邪気などが出入りする方角だとされている。そして、 その反対の方角である南西が、浦木門と呼ばれ、浦木門に位置している干支が、犬、猿、鳥なのだ。そのため、浦木門に位置する動物が、鬼退治のお供として抜擢されたということだ。桃太郎は、桃から生まれたため、桃太郎だとされているが、 これは、童話向けに改変された内容で、もともとは、桃太郎は桃から生まれたわけではなかった。本来の桃太郎は、プロウ長寿の桃を食べた、おじいさんとおばあさんが若返って、子作りをして、その結果生まれた子供である。桃太郎に限った話ではないが、 昔話や投話は後になってから改変されているものが多いのだ。なぜ桃という果物が選ばれたのかについては桃が邪気を払うものということで桃太郎になったとされる。 傷んだワインを買わないようにするためには、ワインはウイスキーや日本酒よりもはるかに変質しやすいお酒である。高級レストランでもお客に味見してもらうワインテストをするくらいで、酒屋にあるワインがみんな大丈夫だとは限らない。まず、 一番わかりやすいのは量を見ること。コルクの下、1、2センチまで入っているのが普通で、それ以上減っている場合は、コルクが乾燥し、ワインが蒸発しているためということが多い。こんな時は、残っているワインも酸っぱくなっている可能性が高い。 次はワインの色を見る赤ワインに色ムラがあったり白ワインが普通以上に黄色っぽくなっている場合はどこか保存に問題があった証拠である蛍光灯の光に照らしてみるとよくわかるだろう。 ハリセンボンには本当にセンボンの針があるのか。フグの仲間のハリセンボンは普段は針を畳たたんでいるが身の危険を感じると体を膨らませ針を逆立てる。大きな鳥に食べられないように身を守っているのだ。このハリセンボンだが 実際に針の数を数えてみるとせいぜい300本から400本程度である鏡は何でできているのか鏡はガラスの板と銀の薄い膜の二つでできている。 この二つが合わさって鏡になるのだ。ガラスの板は平らで滑らかにできているが、そこに光をよく反射する銀の薄い膜を貼り付ける。光はガラスの表面でも少しは反射するが、裏側の銀メッキしたところでは、 ほぼ100%完全に反射する。これで、とてもよく映る鏡が出来上がるのだ。このように、鏡とは、ガラスの板に銀を薄く塗っただけの簡単なものであるが、これは、かなり歴史が古い仕組みなのだ。 オホーツク海の名前の由来北海道の北東部に面するオホーツク海北海道の地名はアイヌ語に由来するものが多くオホーツク海の表記もカタカナのため何かアイヌ語に関連するのではと思われるがこのオホーツクは 実在する町の名前で、オホーツク海に面したロシア東部のハバロフスク地方の港町である。オホーツクはロシア語でアホーツク、オホーツクなどと呼ばれる。1649年、オホーツクに取出が建設され、極東地域で 太平洋に面したロシア最初の入植地となった。ロシアのサハリン島よりさらに北にあり、北緯59度に位置し、冬の平均気温はマイナス20度を下回る低温地帯である。オホーツク海の約80%は、 冬季間に決票する。オホーツク海の最南端は北海道の知床半島になるが、こちらでも1月中旬から3月下旬までほとんど流氷で覆われている。最近赤道に近い海で流氷が見られることで人気があるのだそうだ。 未解決の数学の問題を解けたら1億円もらえる。数学にはいくつかの未解決問題が存在する。このうちの7つの問題を解決できれば1問につき100万ドルの賞金を与えることを米国のクレイ数学研究所が2000年に発表した。 これはミレニアム検証問題と呼ばれそのうちポアンカレ予想は解決されたが残り6問は未解決のまま2021年にはある民間会社がどんな正の整数も偶数なら2で割り奇数なら3倍にして1を足すことを繰り返せば 必ず最後は1になるというコラッツ予想の解決に対して新たに100万ドルの懸賞金をかけて話題となった関西のコ電袋の水引きは白黒ではなく白と黄色である。 関西では白と黒の水引きが使えない理由がある。そもそも関西では室町時代京都にあった皇室に献上品を収める風習があり、その献上品に白と深緑の水引きをつけていた。一見香電袋の白と黒に 水引きに見えてしまうため二つを差別化するために香典袋の水引きを黒ではなく仏教で僧侶の袈裟などにも使われ極楽浄土を表す黄色になったその名残で現在でも京都を中心に関西地方では 葬儀や法事の際に黄色と白の水引きを使うことが多いのだ自動販売機のコイン投入口は横向きが多く駅の券売機は縦向きが多い自動販売機は 商品を内蔵しているためコインを貯めるスペースを効率よく確保できる横向きが用いられる。一方、券売機は一度に複数枚の効果を認証するため客の待ち時間を短縮できる縦向きが使用されているのだ。 クーラーの効きすぎた室内では黒い服よりも白い服を着ると消えない。黒い服は熱エネルギーを放出しやすく体温も一緒に奪われてしまうが白い服は奪われにくいためである。 ウイルス検査の3種類の特徴 PCR 抗原検査は現在の感染状況で抗体検査は過去の感染歴を調べる新型コロナウイルスの感染の調べ方は主に3種類検体はウイルスが 喉や鼻の奥に多くいるため鼻の奥の粘膜を綿棒で拭い取るか唾液で集める PCR 検査は専用機器でウイルス特有の遺伝子配列を読み取り陰性か陽性を判断するウイルスそのものではないため死んだウイルスの断片であっても 検出濃度が高いため陽性を示す一方抗原検査はタンパク質を見るためウイルスが死んでいればタンパク質はなくなるため陰性になるもし発症から1ヶ月以上経っても PCR 検査で陽性になる場合は。 死んだウイルスが影響しているとも言える。抗原検査はウイルス特有の抗原タンパク質を検出する方法で30分ほどで結果がわかり速さが利点である。抗体検査は過去の感染歴を見るもので現在の感染状況はわからない。 一年後の今日は何曜日なのか今年も来年もうるう年でなかった場合来年の今日は何曜日になるのかすぐに答えられる人はなかなかいないだろう実はこれは簡単で例えば今日が月曜日であれば来年の今日は火曜日 再来年の今日は水曜日になる。なぜなら、一年は五十二週と一日で構成されているためである。一年三百六十五日を一週間で割ると五十二余り一となる。つまり、今日と同じ曜日が五十二回やってきて、 さらに一日あることになるため、来年の今日は一日分曜日が進むのだ。岐阜の喫茶店のモーニングサービスには茶碗蒸しがついてくる。岐阜県喫茶組合事務局長、牧野義春さんによると、 岐阜県でモーニングサービスに茶碗蒸しがつけられるようになったのは昭和40年代ごろである。つけられるようになった理由は諸説ある。岐阜県では正月やめでたい時に茶碗蒸しを食べる風習があり、茶碗蒸しをモーニングサービスにつけたところ、 客から大変喜ばれたたためそののまま根付いたのだとか日本のポッキーは海外では「帝になる日本の菓子メーカー江崎グリコが1966年から販売しているスナック菓子ポッキー。 実はポッキーを英語にすると男性器を表す隠語になってしまうそこでヨーロッパではポピュラーなゲームである「ミカド」で使用する棒に似ているところから「ミカド」という商品名になったミカドというのはランダムに積み重なった棒を1本ずつ取り除く 器用さを競うゲームであるこのゲーム名の帝は天皇の衣装である帝が語源となっている一日に瞬きをする回数はどのくらいなのか男性が1万9200回女性が 14400回である個人差はあるが平均すると男性が1分間につき20回女性が15回といわれる1日24時間のうち睡眠時間を8時間とすると起きている時間は16時間となる。 これらの数字をもとに、一日のまばたきの回数を計算する。男性は、二十かける六十かける十六で、一万九千二百。女性は、十五かける六十かける十六で、一万四千四百である。まばたきをしている間、 遠近調節を行う毛様体筋と光の量を調節する交際菌が束の間の休息を取ることができる。また光が一瞬遮られるため映像を映すスクリーンである網膜もわずかながら休まる。目が疲れた時は意識して まばたきの回数を増やすとよい男の子が女湯に入ってよいのは何歳までなのか男女の婚欲が何歳まで許されるかというのは各都道府県の公衆浴場法基準条例で規定されている。 例えば東京都の場合10歳以上の男女の婚欲はさせてはいけないと定まっているつまり9歳まで OK ということだ婚欲してよい年齢の上限は北海道では11歳まで滋賀は8歳まで京都は7歳まで鹿児島は歳まで 10歳までというように、地方によってばらつきがある。ちなみに、この混浴に関しては、当初は制限がなかったが、まず、関政の改革で、第1回の混浴禁止令が出され、続く、天保の改革で、湯船に板の仕切りをつけることが義務付けられ、そして、 明治十八年の湯や取締法でついに全面禁止となったラムネとサイダーの違いラムネとサイダーの違いは瓶の形であるビー玉入りの瓶の形をしているのがラムネそれ以外は サイダーという違い。中身はどちらも、酸味料に香料を混ぜたシロップを炭酸で割ったもので違いはない。鉛筆はなぜ、紙に字や絵が描けるのか。鉛筆には芯があり、この芯があるから、 紙に字や絵が描ける。鉛筆の芯は黒鉛というものからできている。黒鉛というのは真っ黒で簡単に粉にすることができる。これに粘土を混ぜ焼き固めると鉛筆の芯になる。鉛筆で描くというのはこの黒鉛でできた芯で紙の上を 強くこすることを言う普段はあまり気がつかないが鉛筆の芯は紙の上をかなり強くこすっているのだ紙の上に書いた鉛筆の字を顕微鏡で見ると表面に細かい黒煙の粒がたくさん並んでいるのが見える紙の上に字や絵が描けるのは 芯を紙に強くこすりつけるために黒煙の粉が紙にくっつくからである日本のお城の原尊天守十二条といえば何なのか原尊天守とは日本のお城の天守が 江戸時代またはそれ以前に建設され、現代まで保存されている天守のことである。天守とは、日本の戦国時代以降のお城に建てられた象徴的な建造物で、天守閣とも呼ばれる。天守は、軍事施設ではあるものの、巨額な資金、材料をかけて、 飾られるることがある頑丈な役割以外に上司の権威を誇示するための象徴を兼ね備えているといえる「現存天守十二条は」は文化財保護法に基づく重要文化財であるこのうち五条は国宝に指定され「国宝五条」と呼ばれている。 残る7畳は十文7畳になるフライパンを冷やす時になる「十」という音コンロからおろした直後の熱々のフッ素樹脂加工フライパンを水洗いすると汚れが落ちやすいと思われがちだが 大きな間違いである。この時に聞こえる銃という音はフライパンの悲鳴である。調理直後のフライパンを水で急激に冷やすと表面の加工が剥がれやすくなりその結果寿命を縮めることにつながってしまう。火から下ろして2分ほど冷ましてから スポンジと中性洗剤で優しく洗うのが正しいお手入れの方法である。肉を薄く切って食べるのは日本人だけである。欧米ではステーキなど肉を厚く切って食べているが、 すき焼きやしゃぶしゃぶなど日本人は肉を薄く切って食べる。肉を薄く切るのは日本人だけ。食文化研究家によるとその理由は箸文化だからである。肉を箸でつまむには肉を薄切りにしないといけない。一方、欧米人は フォークとナイフ。薄切り肉はフォークで刺しにくいのだ。文明開化の明治時代、牛鍋に使う肉は角切りであった。しかし、箸での食べやすさと肉の美しさに加え、薄く切った肉をさっと火を通して食べるすき焼きスタイルが広まったのだ。 一馬力は馬1.5等分の力である。一馬力とは 75kg のものを1秒間で1メートル持ち上げる力を言う。この単位を制定したのは蒸気機関を発明したイギリスの発明家ジェームス・ワットである。彼は 蒸気機関の動力が優れていることをわかりやすく説明するために、当時の人々に馴染み深かった馬を引き合いに出した。つまり、馬で言えば何等分の働きをするかを示すことで、蒸気機関のパワーをアピールしたわけだ。そして、この時、 ワットの作った1馬力は実際の馬でいうと1.5等分に相当するものであった。ワットは彼の発明した10馬力の蒸気機関は馬15等分の働きをするとしたかったようだ。 破れたお札でも、灰になったお札でも、取り替えてもらえるのか。紙幣が破損した場合、一定の条件を満たしていれば、銀行で新しい紙幣に交換してもらえる。しかしその場合、破損の状態によって、換金率が決まっている。具体的には、 三分の二以上の面積が現存していれば、全額に。三分の二未満、五分の二以上であれば、半額に交換となる。さらに、燃えて灰になってしまった場合でも、紙やインクの成分が確認できれば、換金してもらえる。ただ、肺は粉々になりやすく、 そうなると特定しにくくなるため原型をできるだけ崩さないように持っていく必要がある糸は何からできているのか糸を作る原料はたくさんあるとにかく細い繊維であれば 何からでも糸を作ることができるのだ。繊維を大きく分けると、二つのグループに分かれる。一つは、天然のものから取り出す、天然繊維のグループで、羊毛、麻、絹、木綿などがこれに入る。もう一つは、人間が手を加えて、 科学的に作るナイロンやテトロンなどの合成繊維。天然繊維は一本の繊維が短いというのが特徴である。それに非常に細いために一本だけでは糸として使うことができない。それで何本かの繊維を一本に集めて ねじり合わせているのだ。今はこれらの作業は機械が行うが、昔はすべて手作業であった。もう一つの合成繊維の方だが、これは最初に繊維の元となる原料を溶かし、それを小さな穴から吹き出す。まず、 細い人工の繊維を作り出すのだ。その後は天然繊維の場合とほぼ同じで、機械を使い糸をより合わせ、一本の長い糸を作っていく。天然も合成も元になる原料の違いはあっても、繊維をよじるという作り方は同じである。 木綿は綿花の細い繊維をより合わせたもの。麻はその茎の繊維。絹は蚕が作った繭の繊維。羊毛は羊の毛をより合わせたものである。屋根の切り妻作り。 この、切られる妻の語源とは何なのか。切り妻作りとは、屋根の形状の一つである。運動会などで使用されるテントは、切り妻の形状になる。形状は、本を伏せた状態を想像すると良い。伏せた状態を屋根に見立てると、 本の背表紙に当たる部分が屋根の胸になる。切妻の名称は妻を切ると書く。実はこの妻は端っこの妻のことである。建物の中心部から一番離れたところを妻という。切妻作りの語源は 屋根の妻の部分を切ることを意味し、切妻屋根と呼ばれている。お刺身に添えられる妻にも妻が転用されたという説がある。歴史が古い切妻屋根は、米むせ屋根よりも格式が上とされ、伊勢神宮や出雲大社などの建物の屋根も、 この形状で作られている。マネキンという名前の由来。流行服などを着せて店に並べる等身大の人形、マネキンはフランス語のマヌカンから来た言葉とされる。なぜ、 フランス語の発音が採用されなかったのか。これには諸説あるが、マヌカンだと人をマヌカンで縁起が悪いため、逆にお金を招く、招くに金でマネキンの呼び方が採用されたと言われている。 日本の幽霊に足がない理由。日本で初めて足のない幽霊の絵を描いたのは、江戸時代に活躍した絵師である。中国のタクと煙と共に死んだ者の姿が現れる伝説のお香の図には、煙で足が隠れているため、 死んだものの足は描かれていない。その図は日本にも伝わってきた。ある日、絵師の枕元に亡くなった妻が現れ、慌てて描いたため、足まで描写できなかったことから、その絵師の描いた足のない幽霊画が広まったことで、日本の幽霊は足をなくしたのだ。 世界一短いエスカレーターはわずか5段である。世界で最も短いエスカレーターは JR 東海道線、京浜東北線などの川崎駅地下街アゼリアからファッションストア岡田やモアーズの入り口にある。このエスカレーターは ギネス認定されている。エスカレーターの横の壁には、この世界一短いエスカレーターについての説明書きがあり、短い理由として、アゼリア地下通路が、モアズの地下1階と地下2階の間に位置してしまい、この解消策として登場した、と書かれている。 奇妙なのは、この短いエスカレーターを降りると、次には短い階段が続いていること。つまり、このエスカレーターを利用したら、次に続く階段も利用しなければならないのだ。少なくとも、お年寄りや障害者への配慮でつけられたものではないことはわかる。 ニンニク注射には、ニンニクは入っていない。ニンニク注射に入っているのは、ビタミン B 群やアルファリボ酸、カフェインなどで、ニンニクは入っていない。この言葉の由来は、注射後に、ニンニクのような匂いが体から発散されることから来ている。 納豆はなぜネバネバして糸を引くのか。納豆は茹でた大豆に納豆菌という細菌を吹き付けて作る。細菌といってもこの納豆菌は病気を起こしたりする細菌の仲間ではなく、人の役に立つ良い細菌である。 この細菌は自然の中では稲のわらの中などにいる納豆菌を吹きつけた大豆を42度くらいのところに約16時間から18時間置いておくと納豆菌の働きで納豆ができるネバネバした糸もこの納豆菌が作り出したもので 主にガンンマポリグルタミン酸というものからできている神社に祀られている神様の性別の見分け方社殿の稚児とカツオギが見分けるポイントである。 屋根の両サイドにある交差し高く突き出ている部分を地木と呼ぶ交差した稚木の先端は屋根よりも高く突き出ている先端が地面に対して垂直に削られているものを外そぎ地面と水平に削られているものを内そぎと呼ぶ 一般的には、外そぎは男の神様で、内そぎは女の神様を祀っていると言われている。次に、両サイドの地儀の間にある胸儀に対して、直角に並んだ丸太状の装飾をカツオギと呼ぶ。カツオギの本数は、 日本から10本ほどまで一般的には本数が奇数の場合は男の神様で偶数の場合は女の神様を祀っていることが多いようだ沖縄人のしりとりは「ん」で終わらない。 知りとりでは、最後にうがつく言葉を発した人。つまり、後に続けられなくなってしまった方が負ける、というのは常識だが、沖縄の場合、少々ややこしくなる。その理由は、沖縄地方の方言である。沖縄語辞典によれば、さつまいもという意味の、うむ。 孫という意味の、まが。港は、なとぅ。稲は、にぃ。溝には、んぶしなどのように。沖縄には、んで始まる言葉が、計百四十三個もある。これだけ、んで始まる言葉が多ければ、しりとりを長引かせることも不可能ではない。 そうめんの相場は、占いで決められている。毎年2月、奈良県桜井市にある、日本最古の神社の占いで、三和そうめんの相場が決められている。奈良時代の大三輪神社の神主の次男が、御祭人の御神意を得て、そうめん作りを始めたことから、 御祭人はそうめんづくりにたずさわる人々からあがめられているのだ三輪そうめんの相場をうらなう儀式を牧場祭という高値中値安値の3種類の札をとるその札がそうめんのおろし値になるため業者は高値になるように願うのだ かつて三輪の町には市場があり穀物の相場を占っていた名残であるニシキヘビには足があるどのヘビにも足がないのは当たり前だと思っている人が非常に多いだろう しかし、ヘビの遠い祖先には足があった。その証拠に、錦蛇の肛門の両側には、後ろ足だった痕跡が見られる。足自体は退化してしまったが、わずか5ミリメートル程度ながら、そのうち指一本が残っている。これは、 けずめと呼ばれ、けずめの内部には円柱型の大腿骨があり、小さな骨盤につながっている。また、けずめには筋肉もついているため、動かすこともできる。ということは、蛇には足がないことから、付け加える必要のない余分なものという意味の打足。 ということわざは修正しなければならないかもしれないカッパエビせにはかつてカッパのマスコットキャラクターがいたカッパエビせという名前は1950年代に存在したマスコットキャラクターに由来している。 当時、カッパ天国という漫画が人気を博していた。そこで、作者である清水昆にキャラクターを書いてもらい、カッパーラレという商品名で売り出した。しかし、やがて商品名がカッパエビセンに変更となり、商品パッケージからこのマスコットキャラクターが消えた。 そのため名前の由来がわからなくなってしまったのだバターはどうやって作るのかバターは牛乳の中の脂肪分つまり油だけをより分けて固めたものであるその方法はまずは 牛乳の入った容器を速いスピードでぐるぐると回転させる。これで牛乳は脂肪分の多いクリームと脂肪分の少ない脱脂乳に分かれる。このようにしてできたクリームをしばらく寝かせておき、その後また急速にかき混ぜると脂肪分が集まって 塊ができるのだこれがバターであるしかしこの塊まりにはまだ脂肪分以外にもバターミルクが含まれているそこでこれに冷たい水をかけバターミルクを洗い流しよく練ると完全なバターができあがるバターには普通 パンに塗ったり料理に使う塩を加えたバターとケーキ作りなどに使う全く塩気のない無塩バターがあるバターは私たちがいつもよく食べているケーキパイビスケットクッキーキャンディーのほかシチューやグラタンカレーステーキなどにも使われており 今やバターは美味しいものを作るとき欠かせないものとなっているのだお金は何でできているのか私たちが使っているお金には紙に印刷した紙幣とどうや アルミなどの金属を使った硬貨の2種類がある。紙幣は大蔵省の印刷局で印刷されている。しかし、偽札防止のため、その印刷方法については詳しくは明らかにされていない。紙幣は特別いい紙に、 たくさんの色を使って印刷し必ず透かしを入れているということくらいしかわかっていない硬貨の方は大阪の造幣局で作られている硬貨にはアルミニウムを使った一円玉と銅やニッケルなどの金属を混ぜて作った五円玉 10円玉、50円玉、100円玉、500円玉の5種類の硬貨があるしかし実はこちらも詳しい作り方は公開されていない硬貨は溶かした金属を固めてから型で抜いて作られるということくらいしか説明できないのだ 末法思想とは、釈迦の入滅から2000年後に、釈迦の教えが衰えて世の中が乱れる末法の時代が始まると考えた。末法の時代は、1052年から始まるとされ、人々の間に不安が高まった。平安時代後半、 原神の王獣要衆では、浄土教を修行すると、西方の極楽浄土で往生できると説き、ひたすら念仏を唱えることと、極楽浄土の様子や、阿弥陀如来の姿を心に書くことを勧めた。そこで、目に見られる極楽浄土の様子や、 阿弥陀如来が建立された。1052年、関白の藤原の頼道は、父道長から受け継いだ宇治の別荘を平等院に改修した。翌年、阿弥陀如来像を置く阿弥陀仏堂を建立。阿弥陀仏堂は、 伝説上の鳳凰という鳥が羽を広げたように見えること屋根上に一対の鳳凰が添えられていたため江戸時代初め頃から鳳凰堂と呼ばれるようになる人が死ぬと王女をしたなどと表現する日本人の死生観は末法思想からの 浄土教信仰が影響しているのだ。貝にある舌のような物体は何なのか。アサリやハマグリなど二枚貝には二本の管と舌のようなものがついている。これは何なのか。 まず、管の役目は、水を吸う口と吐き出す口である。一方の口から海水を吸い込み、水中の酸素や、プランクトンを体内に取り入れ、もう一方の管から、不要な水を排出するのだ。これは、 他の多くの貝類や、海中の軟体動物と同じ方式である。これは、実は、貝にとって、下ではなく、足である。普段は、貝殻の端、足のある方の端を、泥や砂の中に埋めるようにして、 しっかりと立っている。そしていざ移動するときは、貝殻の隙間からこの足を出し、海底をぐいっと押しながら前進するのだ。潮干狩りの際に、干潟から掘り出されたアサリが、砂を叩きつけるようにして、勢いよく動き回ることもある。 宙にこそ浮かばないものの、勢いよく跳ね回るといった感じである。こうした光景を見ると、ありあまる元気に驚かされたりもするが、あれは、不意打ちを食らって砂の上に出されたアサリの精一杯の逃げ足なのである。 無線機能 Bluetooth が青い葉と名付けられた理由 Bluetooth というのは無線で音楽データなどを通信する機能である日本語に訳すと青い葉この由来は北欧のデンマークとノルウェーを 無血統一した王様の名前である。十世紀の北欧の王様、ハーラル王の異名がアオバオウ。ハーラル王には神経が死んで青くなった歯があり、その見た目からアオバオウと呼ばれた。ブルートゥースは 国王の会社が開発した無線機能のため、ハーラル王のようにいくつもある無線技術を統一したいと、ブルートゥースと名付けたのだ。マスクメロンの網の目は、どのようにしてできたのか。 実はマスクメロンは木に実がついたばかりの時はつるんとしており網の芽はついていないそれがだんだんと成長していく間に網の芽が出てくるこの網の芽は表皮のひび割れであるマスクメロンの場合 中身の方が皮よりも成長が早いため、皮に中からの強い圧力がかかり、皮がはじけてたくさんのひび割れができるのだ。そしてこのひび割れにコルクソウが発達し、あの美しい網の目模様を作るのだ。 ちなみにマスクメロンのマスクとは邪ウのことでこのメロンの強い香りを邪ウに例えたものであるフードマイレージとは何なのかホコとは何なのか 食品がかける環境への負荷を農作物などが収穫された場所から食卓までの距離で表したものがフードマイレージ。牧場などからは船や飛行機で運ぶ。その距離が長いほど燃料費や 二酸化炭素排出量が高くなり環境に良くないのだ。日本は豊かな食生活を送っているが実は食べ物の60%を輸入に頼っている。天ぷらやうどんなどに使う小麦や豆腐の大豆など 日本料理に欠かせない原料はほとんどが輸入品である。つまり日本はフードマイレージがとても高い国なのだ。韓国の3.4倍先進国の中でもトップクラスに入っている。フードマイレージは 二酸化炭素 100g を1ポコという単位で示す。同じ食パン1斤の原材料でも輸入した小麦と国産の小麦では国産の方が約1.1ポコの二酸化炭素を削減することができるのだ。 見た目が華やかで食べられる花。エディブルフラワー。これは食用に生産した花のことである。西洋では料理やスイーツの彩り、香り付け食材として使用される。ビタミンなども豊富で、 野菜や果物と同じ感覚で食べられている。エディブルフラワーのエディブルは食べられる食用という意味でフラワーが花文字通り食用花である。園芸用や観賞用の花には農薬や 鮮度維持の薬剤が使われているため食べることはできないエディブルフラワーは農林水産省のガイドラインに基づいて栽培されているため安全で安心して食べることができる植物は子孫を残すために花に栄養を注ぎ込む 野菜のブロッコリーやカリフラワーは花の部分を食べるのも栄養が豊富だからである。花に毒性があり食べると危険な花もある。気境、水仙、ガンバ花、クリスマスローズ、シャクナゲ、クレチマス、アジサイなどの花には 注意が必要である。日本では古くから菊や菜の花、吹きのとうなど花を食べる文化があった。食用菊がおひたしや酢の物として食べられたり、刺身のつまなどに用いられたりする。桜の塩漬けは 桜湯や和菓子などに利用されている農薬を使わずに育てるとバラやカーネーションなど多くの花を食べることができる栄養価も高くビタミン類も豊富で食物繊維など 野菜並みの栄養が期待される。エディブルフラワーは、和洋中のどんな料理にも合い、見た目が華やかで、サラダやケーキに盛り付けると見栄えが良くなり、食卓を彩ってくれるのだ。 奥さん、家内、女房。これらの違いは何なのか。奥さんは、武家など、広い屋敷で、入り口から少し奥まったところを、奥と称し、人前に出ることのない、武家階級などの配偶者を、奥方。 奥様と呼んだことに対する由来で本来は相手他人の妻のことである家内は本来家の中を表す言葉で家にいることが多い配偶者を表す言葉に転じた女房の棒には部屋 という意味があり、もともとは平安時代に宮中や貴族に仕える役職名であった。そうした身分が高くて教養を身につけている女性を女房と呼ぶようになったのだという。 リンゲルマン効果。リンゲルマン効果とは、綱引きの際、参加する人数が増えるにつれ、一人一人の出す力が減っていく現象を言う。リンゲルマン効果は、リンゲルマンの法則、リンゲルマン現象とも言う。 約100年前、ドイツの心理学者、リンゲルマンは、人数を変えて綱引きの実験を行った。一人で綱引きをするときと、二人でするとき、三人でするときというように、人数が増えるごとに、 個人がどのように力を発揮していくのかを調べる実験であった。そこで相乗効果が出れば、綱引きに参加する人数が増えるたびにより大きな力が発揮されることになるはず。しかしこの実験の結果は全く予想外のもので、 二人で構成されたグループは期待値の93%。三人で構成されたグループは85%。八人で構成されたグループは49%しか力が発揮されなかった。つまり、 綱引きに参加する人数が増えれば増えるほど、一人一人の力が発揮されなくなるという、相乗効果どころか、全く正反対の現象が発生したのだ。これは、集団で作業を行う場合、メンバーの人数が増えれば増えるほど、 一人当たりの貢献度が低下することを意味し、この現象がリンゲルマン効果と名付けられた。宇宙に関する基礎知識。宇宙が今後どうなるのかは宇宙空間に 暗黒物質がどれだけ存在するのかによるもしその質量がかなりのものであればその引力はやがて宇宙の膨張を止め宇宙は再び収縮に転じることになる木星の表面には 宇宙船が着陸するための場所がない。なぜならそのほとんどはヘリウムガスと水素でできているから。木星の持つ強大な引力は水素を圧縮し、水素は液体の状態となっている。 私たちの太陽は二億年をかけて銀河系を一周する。高速で言えば十万光年の旅である。硬いお肉を柔らかくする方法。ステーキであれば、 調理する前に少量のお酢を混ぜたオリーブオイルかサラダオイルをすり込み2、3時間そのままにする。ソテーなどの場合は意外にビールが役立つ。ビールに肉を浸して1時間置き、それから調理するとよい。 しかし、お腹が空いて待てないという人は、肉を焼きながらビールを振りかけても効果がある。カレーやシチューなどで肉を煮込むときも、ビールを使うとスープにコクが出て、しかも肉が柔らかくなる。また、 肉を叩いてから調理するのも肉を柔らかくするコツと言える。しかし叩きすぎると肉の繊維が破壊されて弾力と風味が失せてしまう。まさに過ぎたるは及ばざるが今年で叩く加減が問題である。 叩く強さとしては握り拳で叩く程度が良いだろう遺伝子組み換え食品というのは何なのか微生物の遺伝子を組み込み除草剤をかけても枯れなかったり その作物を食べた害虫を殺す成分を持つように改造された作物が遺伝子組み換え作物でそれを原料にした食品が遺伝子組み換え食品である日本では菜種油などの油や大豆 トウモロコシの加工食品が輸入されている。安全性について、遺伝子組み換え作物の技術はまだ始まったばかりではっきりとしたことはわかっていないのだ。不安を感じる人は多く、そういった声によって2001年から 遺伝子組み替え食品の表示が義務化された。表示対象になった大豆やトウモロコシなどを原料にした食品は表示をしなくてはならない。ただ、タンパク質が分解される醤油やレトルトのジャガイモなど製品に加工された後で、 遺伝子組み換え作物を使用したかどうかの判断が難しいものは表示義務がないのだ猫が見せる「またたび反応」あれはキウイでも同じ反応が見られる。 江戸時代の浮世絵などに書かれていた猫の瞬たたび反応。猫は瞬たたびを見つけると、顔や頭をこすりつけたり、地面をゴロゴロ転がる様子は、古くからのお馴染みの現象である。大好物の例えに、猫に瞬たたびということわざがある。 またたびには、猫を陶酔させる、またたびラクトンと呼ばれる成分が含まれる。鼻の奥にあるフェロモンを感じる器官で反応し、老いた猫や子猫も興奮して、肺な状態になるのだ。マ、ま、タは、ツルセイの植物で、 他の樹木などに絡みついて成長する。山地の川沿いの斜面など、水分が多い環境を好んで生育する。また旅の由来は諸説あり、競争作用があるため、旅人が利用して、また旅に出られるという説。アイヌの言葉の 冬という意味のまた、亀の子という意味のタムブ、またタ,タムブから来ているという説などがある。キウイはマタタビかマタタビ族の植物でマタタビの仲間なのだ。和名は鬼ニマタタビといわれる。 キウイの木にも、またたびラクトン成分が含まれているのだ。だから、猫が、キウイの木の葉や枝、根などを好むのだ。市販のキウイでも、猫のまたたび反応を見せることがあるようだ。キウイには、 猫にとって有害な成分は含まれていないが、与えすぎは良くない。この行為を解明したのは、2021年1月20日付の米科学誌サイエンスアドバンシズである。猫がまたたびにじゃれつく行為を、 岩手大学名古屋大学など日英の研究グループが解明したと発表したこの行為には蚊を避けるためという明快かつ意外な結論を導き出したまたたびの成分には蚊の機材として 人間に役立つ可能性まで見えてきたのだ。またたびには、蚊が嫌うネペタラクトールという物質が含まれ、猫がまたたびにじゃれつく行為は、かから身を守るための行動のようだ。 貴様お前は丁寧な言葉であった。貴様は貴族の木に貴様。お前は御意の御に前と書く。一見敬語のようにも思えるが、なぜ相手を罵る時に使うのか？貴様は？ 室町時代までは相手に尊敬の意を伝える言葉であったが、江戸時代には対等を意味する言葉、ののりに使う言葉へと変化した。お前はもともと、お前と言い、敬意を表す言葉であったが、お前へと、 言葉が変化するうちに経緯の意味合いが薄れていったのだ中低域中高域とはどのくらいの周波数のことなのか音楽の評論などでよく中低域の出方が 中高域が、などと言われているが、一体、どのあたりの帯域なのか。まず、人間の耳に聞こえる過長帯域を、超低音から超高音まで細かく分けることができる。中でも、中低域は、 周波数で言うと 100Hz から 300Hz。中高域は 2kHz から 8kHz の帯域で、音楽においてはそれぞれ音のふくよかさと楽器の質感に関係する中域に次いで非常に重要な帯域である。 これらの帯域がどのように出ているかによって、ボーカルや各楽器の聞こえ方が変わってくる。特に中高域には音の立ち上がりや楽器の倍音成分があり、例えば歌唱テクニックや楽器の種類、 双方による細かい違いを聞き分けるためには欠かせない非常に重要な帯域であると言える。ちなみに超低域は 63Hz 以下、超広域は 12kHz 以上である。 スポーツ応援でサッカーはサポーターバスケはブースターといい一般的にスポーツを応援する人を何々ファン」といい特定のチームを熱狂的に応援するときサッカーはサポーターといいバスケットボールはブースターと呼ぶ。 ブースターには、後押しする人という意味がある。米国 NBA では、古くからファンのことをブースターと呼んでいる。これは、アメリカンフットボールでも使われている言葉である。バスケットボールは、1891年に、 米国で考案されたスポーツで5人対5人の2チームがボールをバスケットに入れて得点を競う日本では老朽と訳されている日本語にラ行で始まる言葉はなかった 手元に国語辞典があれば、それぞれの行の言葉がどれくらいあるかを調べるとよい。や行はやゆよ、和行は和音だけで、他と比べて少ないのはわかるが、ラリルレロのラ行も少ないとわかる。日本語本来の語彙は和語。 ヤマト言葉などと呼ばれるが、実はもともと、日本の言葉に、ラ行で始まる単語は存在しなかった。国語辞典に載っているラ行の言葉の多くは、中国から取り入れた漢語、またはヨーロッパからの外来語である。例えばリンゴ。 らっきょうろうそくなどはもともと漢語である中国語には「ら行」で始まる単語がたくさんある日本には元来「ら行」で始まる言葉はなかったが奈良時代以降に中国の言葉を学んでいった結果 ラ行が五島に来ても発音できるようになったのだというちなみにラ行から始まる言語も少ない2019年5月1日から平成に変わり令和が始まったがラ行から始まる言語は略応以来およそ 六百八十年ぶりである。上吾、下戸の違い。昔から酒飲みのことを上吾。酒が飲めない人のことを下戸と言うが、この語源は平安時代の。 税金制度から来ている大法律令で1個の家に67人の成人男性がいる家は常吾それ以下は下戸と定められていたこれはいわば貧富のランク付けでもあった当時はこれによって 婚礼の際のお酒の量も制限された。上後は八瓶まで振る舞い酒が許されたのに対し、下戸はせいぜい二瓶程度までとされていた。また、上後、下戸に関しては、次のような説もある。真の思考帝が、 万里の頂上を守る兵士たちにねぎらいの言葉を与えた。その際、寒い山にある頂上の門には寒さしのぎの酒を。平地の門、下校を守る兵士には甘いものを渡したという。ここから、上後、下校。 が使われるようになったというものである温泉のかけ流しはガス中毒を防ぐ役割がある温泉特有の匂いの原因である硫化水素かけ流しではなく 湯船の中からお湯を入れる方法だと空気よりも重い吸火水素がお湯の中に溶け込んだままとなり人が入るとガスが一気に放出されガス中毒となるかけ流しはお湯を上から注ぐことでガスを空気中に排出しているのだ 環境省の温泉の利用基準に浴槽の湯面より上からかけ流すよう定められているピアノはミスチューニングがある方が良い音が出るピアノは 内部にある弦をハンマーで叩いて音を出す構造になっている鍵盤の一つ一つには対応する弦が張ってあり演奏者が何か鍵盤を弾くとそれに対応する弦が叩かれて音が出るしかしほとんどの弦は 一本ではなく二三本の弦で構成されている。つまり一つの鍵盤が叩かれて出る音は一見一つの音に聞こえるが実は複数本の弦が同時に振動して出る音なわけだ。これは 音量を大きくするための工夫で、1907年にイタリアのハープシコードという楽器の製作者、クリストフォリによってピアノが初めて制作された時からこのような構造になっている。このような複数弦の周波数をすべてぴたりと合わせるのは 世界的に最高水準の腕を持つ調律師でも難しく、ごくわずかであるがミスチューニングが出てしまう。しかし、面白いことに、人間が調律した弦と、機械でぴったりと周波数を合わせたピアノの音を聞き比べる調査を行うと、なんと、 ミスチューニングのある人間の調律したピアノの方が好まれるという結果が出た。ピアノの音は打った瞬間に出る大きな音とその後弦が振動する弱い余韻からできている。この余韻が響く時にミスチューニングがあると 響いている複数の音が完全に溶け合わず、その結果、音にうねりが発生する。そしておそらくこのうねりが、聞く人にとって好まれる音の原因になっているのではないかと考えられている。音のうねり具合は当然。 ミスチューニングの度合いによって変わるだけであるが、どう周波数をつらせば、どのような音になるのか、ということに関しては、まだよくわかっていないようだ。いずれにしても、音量を大きくしようと、ピアノを複数弦にしたことが、音質の面でも、 良い結果をもたらしているようだ。建築材料の漆喰。建築材料の漆喰が日本にトライしたのは飛鳥時代と言われ。 神社仏閣の建築に使用されてきた。防火性の高さや明光性が評価され、お城や武家屋敷の液材にも使われるようになる。現代では優れた調湿機能や消臭性、抗菌性などが着目され、 室内壁として広く使用されている。漆喰の主な原料は石灰石を焼いて水を加えた水酸化カルシウム小石灰である。この小石灰につなぎ材料ののりやすさを加え水で練ったものが漆喰である。 湿喰には、たくさんの穴、微細孔が開いており、湿気を吸着、放出し、湿度を調整する機能があり、呼吸する壁と言われ、カビやダニなどの発生を抑える効果が期待できる。原料の小石灰は、強いアルカリ性で、 この性質から匂いの元となるカビや細菌の繁殖を抑え生活臭対策にも期待できる。建築基準法で不燃材料に認められている漆喰。公費は割高にはなるが部屋の環境改善の一つに良いだろう。 和食器は5組1セット。洋食器は6組1セットである。結婚式の引き出物でもらった和食器のセットは5組で1セット。以前別の式でもらった洋食器は確か6組だったような気が。なぜ微妙に数が違うのか。 日本では、奇数が縁起が良いとされている。陰陽道で、奇数は、酔う。偶数は、陰で。桃の節句3月3日。単語の節句5月5日。朝陽9月9日と、節句はすべて、奇数の重なりで。ご祝儀や、 弘殿を包む時も奇数にするのがマナーである例外は末広がりで縁起の良い鉢。食器のセットが五組なのは現代の家族構成を考えた適切な数だからである一方西洋では物を数えるのに 十二神法を使ってきた。十二で一ダース。それが十二集まると、十二ける十二で百四十四。一グロスとなる。西洋の社交は、夫婦単位で行われるため、奇数では半端が出てしまう。正式な食器のセットは、 現代でも十二組であるが、それでは一般家庭では多すぎる。そのため六組で一セットとしたのである。蜂の壺はなぜ六角形なのか。 蜂の巣をよく見るときっちりと六角形の部屋、蕾が並んでいる。正確に言えば蜂の巣蕾はすべて六角形というわけではない。六角形の蕾を作るのはミツバチ、足長チ、スズメバチなど、 たくさんの仲間と社会生活を営む蜂のみである。これらの蜂があたかも物差しで測ったように同じ大きさの六角形を並べることができるのは頭にある二本の触覚を実際に物差しとして使っているからだと言われている。 巣作りの材料として使われている蜜蝋が六角形になりやすい性質を持っているのもその一因であるまた実はこの六角形という形にも大切な意味がある例えば円や八角形では並べると隙間ができて 無駄な部分ができ。かといって、三角形や四角形では、隙間なしに詰め込むことはできても、六角形と同じ面積を占めようとすれば、辺の長さの合計が六角形よりも長くなってしまう。六角形というのは、最小の材料で、 最大の空間を作り出すことができる合理的な形というわけだ蜂は本能的にそのことを知っているのだ人類を救う世界種子貯蔵庫ノルウェーの スバールバルル年間平均気温がマイナス4度を下回る極寒の地に現代のノアの箱舟と呼ばれる施設がある世界種子貯蔵庫という人類存続の命綱として2008年2月26日ビル・ゲイツ ノルウェー政府が主体となって作られた。海抜1 3 0メートルにある永久凍土をくり抜いた巨大な冷蔵施設に戦争や破滅的な気候変動が起きた場合に備え世界各地から集められた小麦や米大豆などの種が100万種類 冷暖房の電気代を節約するコツ家庭で使う電気代の中で冷暖房の占める割合がどんどん増えている逆にヒーターやクーラーを上手に使えば 電気代はみるみる減っていく。まず、冷暖房の熱効率を上げる方法だが、クーラーやヒーターの風向きを変えることである。これは、暖かい空気は上へ行き、冷たい空気は下へ行くからで、風向はヒーターの場合下向きに。 クーラーの場合上向きにする。こうすると空気は対流をはじめ部屋全体が効率よく暖かくもしくは冷たくなる。風向きが変えられないタイプの空調の場合にはサーキュレーターや小さな扇風機を部屋に置いて一緒に稼働させ 同様の空気の流れを作ること。その場合その風が部屋の中にいる人に直接当たらないようにすること。また特に部屋を温める場合にはできるだけ熱を室外に逃がさないようにすること。 障子のある部屋は暖かいと言うが、これは障子が部屋の中の熱を逃がさないためである。ドアや窓の隙間を専用のテープなどで塞ぐほか、今ならカーテンをつけるとき、窓の下まで垂れるような長いものをあつらえるとよいだろう。 石油ストーブに換算するとこれだけの工夫で一冬に3か半くらいの節約になるという朝顔は薬用植物であった7月から8月の朝に咲いて昼にしぼむ 朝顔今は小学校の生活科の授業で栽培することが多いアサガオの種には下剤効果があるとして奈良時代から平安時代に中国から薬草として伝来した植物である当初は感銘のケニゴシ 剣護師と呼ばれていた中国の古意書では朝顔の種は高価な薬であったため牛を引いていき交換の謝礼にしたことが名前の由来とされている当初薬用植物として扱われていたが 江戸時代になると、鑑賞用としても人気が高まっていく。朝顔は、最初は青色だけの小型の丸い花であった。江戸時代、朝顔ブームが起こり、毎年大掛かりな品評会が開かれるほど、栽培も盛んに行われ、 品種改良が進んだ結果大輪で花の色も多彩になった夏の朝を彩る朝顔多くの日本人にとって親しみのある植物である茶柱が立つと縁起が良い というのは本当なのかお茶を入れて茶柱が立つと良いことが起こるようなしかしお茶の茎の切れっ端が茶碗の中で立ったからといってなぜ縁起が良いのかこれはお茶商人の仕組んだステルスマーケティングだったという説がある ステルスマーケティングというのは宣伝であることを隠した宣伝行為ステマとも言われる新芽の先だけを摘む一番茶には茎の部分はほとんど含まれていない次の二番茶になると成長した葉を摘むため茎が混じるようになる 商品としてはランクが下でも茶柱が出やすいのである。また、ぬるいお湯でゆっくり入れる高級茶の玉露や煎茶は茶柱が立たない。そもそも茎が混じってはいけないものであるし、たとえ茎が混じっていたとしても急須の中で じっくり蒸らしているうちにお湯に浸って沈んでしまう。しかし、庶民的な番茶には、もともと茎の部分が含まれている上、熱湯でさっと入れるため茶柱が立ちやすいのだ。このようにお茶商人は、茶柱が立つのは縁起が良い。 という噂を流して売れ残りがちな種類のお茶を売ろうとしていたのである時計の展示品はなぜ10時10分なのか時計のカタログを開いてみると時計の針がなぜか 全て10時10分を指していることに気づくこの10時10分という時刻はかなり前にスイスの時計メーカーが採用し始めた最もフォトジェニックな時刻なのであるこの時刻に針を合わせれば文字盤上のブランド名を隠さず しかもデザイン的にもバランスがとれ最も美しく見えるのだそして興味深いのはスイスのメーカーは大体いい10時10分で良いのだが日本のメーカーの場合成功は10時8分42秒シチズンは 10時9分35秒と実に正確に決められているという点である日本だけ妙に細かいことにこだわっているのだ「ハッピーバースデートゥーユー」のあの曲は実は替え歌である 原曲は、good morning to all。歌詞は、good morning to you.good morning to you.good morning dear children.good morning to all である。1893年にアメリカの教師が作った曲であるが、 替え歌の方が世界中に広まっていったのだろうそく一本で部屋を明るくする方法。地震や台風などで突然停電になり数時間をろうそく一本で過ごさなければならない。 そんな時のテクニックである。明るい場所での生活に慣れている私たちにとって、ろうそくの光はとても弱く、非常に困ってしまう。しかし、暗い暗いと嘆いてばかりでもいられない。こうした時は、電気スタンドに手鏡をくくりつけ、 それを、ろうそくの火の後ろに置いて、光を反射させてやるとよい。かすかなろうそくの光が倍化され、かなり部屋が明るくなる。手鏡がない場合は、アルミホイルを一度くしゃくしゃにして広げ、邪魔にならないところに広げる。また、 ろうそくの設置に不安があるときは、金属製のボール、またはトレーに水を引き、そこにろうそくを置く。もしもあれば、建山にロウを溶かして固着させる。こうすれば、たとえ再度地震が来ても安心である。やってはいけないのは、 高い位置にろうそくを設置し、傘のような大きな反射板を設けること。明かりは放射状に進むため、このようにすれば部屋はより明るくなる。しかし、余震の危機を考えたらあまりおすすめはできない。一般に、 ろうそくや火は危険だとされるがろうそくの火を消すのは簡単である万一他のものに引火しても燃え広がる前であればろうそくを叩けば消せる可燃物の近くに置かなければ大丈夫であるただしガスの引火には 留意する必要がある